アミコビルを北東から。こちら側はほぼ総合徳島店である。総合とアミコのロゴが並んで見える。アミコビルを南西から。東半分は総合徳島店である。西半分の1から2階はアミコ専門店街。3から5階は公共機関やオフィス。6階以上はスマイルホテル徳島である。旧徳島東急院。 徳島駅前再開発ビルアミコビルは徳島県徳島市の徳島駅前元町にある商業ビル通常は単にアミコビルなどと呼ばれる東館と西館があり1983年の開業時は東館にキーテナントの祖号徳島店が入り西館にアミコ専門店街徳島東急院が開業した特に 徳島総合の開業により、徳島駅周辺の買い物客の流れが大きく変わり、かつては東新町に、丸新、元町に、つぼみ屋という地元資本の百貨店があったが、いずれも総合開店後に閉店となった。1998年4月の明石海峡大橋開通や2000年代以降の郊外への大型店舗の出店により総合への客足が減少し、 2020年8月31日に、そごう徳島店が閉店。東館の一部店舗は、アミコ東館として営業を継続する。その後、高松三越のサテライトショップや、徳島県青少年センターがビルに入ることが決定した。建物は西と東に分かれており、仮想会は一体となっているが、3階以上は連絡通路のみで行き来でき、 六階以上には連絡通路もない。他旧速行は、寺島本町西一の5、その他のテナントは、元町一の二十四を所在地として表示しているが、これらは、テナントのビル内の位置とは、必ずしも一致しない。実際の町割りでは、となっている。寺島本町西、相葉浜部分には、1九百三年から九百七十八年か九百七十九年まで、 内町小学校があった。学校の所在地は寺島本町西となっていた。元町部分には元町商店街の一部のアーケード商店街があった。南の国道192号沿いにも商店等があった。ありがとうございます。